長でーす。お久しぶりでーす。今日はね、昨日まで寒かったけど、やっとね、ちょっと日差し出てきたんで、気持ち厚着してバイクに乗れます。で、今日トライクではメジャーな VMAX なんですけど、こちらね、改造費、400万、500万かかってます。VMAX の、魔改造。要は、VMAX いじり倒しましたよっていう魔改造ですね。で、今日、ちょっとね、くるっとやったんですけど、はっきり言って、ちょっと VMAX の、慣れてるんですけども、ちょっとアクセルの方ね、4分の1か5分の1ぐらいしか開けられないです。ちょっとね、やはりめちゃくちゃ怖くなってね、恐怖心にちょっと負けちゃいますね。ですから、結構出足、全く怖くないよっていう人は、一度、少しでも、キュッと開けてみてください。そのね、恐怖心に負けなければ、ズンとね、アクセル、絞れますから。まあ、フルスロットルにしちゃったら、まあ、ほとんどの人はちょっと怖くて、あれでしょうね。まあ、もっとね、車体がね、もっと大きいものだったらね、そんなにもね、安定して200キロだろうが300キロだろうが出るんでしょうけども、この車体、クラフト車製で、後ろのデフが、トライクジャパンとかと違って、単車、二輪のまんまになってます。ですからね、ギア比も二輪と変わりません。ですから、二輪の VMAX 乗ってる人で、カナダ仕様の、MAX パワー、145馬力に乗ってる人は、単車乗りの人なら、だいたい、V ブースト効いたあたりで、どのぐらいっていうのがわかるでしょうね。で、カメラさんちょっとグルグルとしちゃいましょうか。もちろんね、トライクなんで、コーナリングはね、やはり単車には負けますけども、その分補うのが、この315という、角タイヤ。タイヤの太さと、ね、なおかつレーシングタイヤで、基本、トライクって FR 車なんで、コーナリングをね、良くすると。もちろんデフが入ってるんで、コーナリングもいいです。で、あんまりね、扁平にしちゃうと、今度ちょっと乗り心地の方が、気になっちゃうんで、315、315、35R17、17インチですね。まあ、35のちょっと扁平ですけども、これ以上扁平にしたくないという感じ。でね、あとはね、もちろんね、エンジンはね、まあ普通の、カナダのね、145馬力の、エンジンです。で、一応 VMAX でも少しね、後期型のタイプになってます。最終型ですね。ただ日本仕様になると、V ブーストっていうね、ブーストがついてないんで、あとね、フロントサスはね、半分オイル、半分エアということで、エアーサスになってますんで、たまにね、エアーが抜けちゃうっていう場合ね、ありますんで、週に1回、乗るか乗らないかなんで、ちょっとエアー抜けちゃってるかなっていう時は、こういう、エアー入れね、エアー入れを、持っといてください。常時。で、普通にね、刺して、だいたい0.5。0.5 キロ。でね、これね、少し多めに入れとくんですよ。0.5 よりも、0.6、0.7、このぐらい多めにね。で、抜くときにね、ちょっと0.1 ぐらい抜けちゃいますから。で、これで OK です。たまーに、エアもね、見てあげてください。あとね、フロントが特徴的なんですけども、まずね、ハーレーのね、ブレーカーオフとかに履くね、後ろの太いタイヤ。これもね、ものすごい太いです。普通のハーレーの二輪の、2.5 倍ぐらいありますね。2倍以上の太さです。で、ワンオフでね、全部アルミ削り出しの、トリプルツリートね、入ってますんで、
かなりね、丈夫にできてます。でね、あとはVMAX はね、水冷エンジンなんで、冷却がね、弱いっていうんでね、こういった車用のね、冷却装置を、この大きさがね、かなり大きいタイプなんですけども、冷却装置をつけてれば、夏場の熱だれも気にならないという VMAX になってますね。で、あとはね、マフラーはね、あまりうるさくないタイプが、入ってます。もちろんね、車検の時もね、このマフラーで OK ですね。一応旧車部類なんで、そんなにね、現行車みたくね、排ガス規制はね、そんなに、厳しくない時代のバイクですからね。もちろんキャブ車です。でね、こちらね、しばらく自分でね、もう乗ってるんですけども、もしね、欲しい人がいればね、こちらまで、アクセスっていうかね、連絡ください。はい、上手でした。また、ちょろっとね、戻りがけ、出ますんで、あと事務所でまた、もしかするとね、この続きのバージョンがね、あるかもしれないんで。じゃあ先、事務所戻ってまーす。これ今、オンで撮ってますよ。アイドリング